こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、ファゴットさんの、単純なミス。問題は、大川警部の言うミスを説明する上で、最も重要なキーワードは何か。それでは、どうぞ。事件の始まりは夜の10時頃、警察署にかかってきた被害者の妻からの電話だった。帰宅の予定時間をとっくに過ぎたのに、夫が会社から帰って来ないことを相談する内容であった。その電話から約10分後、人気のない公園でサラリーマン風の男性が死んでいるとの通報が寄せられた。死体の持ち物、妻の証言などから、死体は川原隆正31歳であることが判明した。死体はうつ伏せに倒れており、背中には鋭利な刃物が刺さっていた。また時計や財布などの金目のものは奪われており、仕事用のカバンには荒らされた形跡が残っていた。次の日、この事件の担当になった大川警部は、部下である北森咲の報告を受けながら事件を検証していた。で、何かわかったのかな？川原は電車で会社まで通勤していたのですが、例の公園は駅から自宅までの通勤路上に位置しています。昨日の川原の行動ですが、退社して同僚の酒井と軽く食事をしてから帰宅したそうです。酒井とは駅までは一緒に帰ったようです。これは毎度のことだったみたいですね。ただ、その後の殺されるまでの足取りは不明です。駅から川原の自宅までは夜になると、人通りがほとんどなかったようです。ふむ。会社帰りのサラリーマンを狙った、金品目的の強盗かな？まだ断言は、できませんよ、警部。奥さんの話では、川原は最近何か悩んでいたそうです。川原の同僚数名の証言から、被害者との仲が最近険悪になった人物が浮かび上がりました。浦田という男で、川原の直接的な上司です。何でも川原は浦田の打ち出した新しい方針を批判していて、浦田はそれをうるさがっていたそうです。昨日も会社で一悶着あったとか。ふむ。警部、驚かないでくださいよ。被害者の携帯を調べたところ、着信履歴の最後が、なんとその浦田からだったんです。ほう？しかもですね。酒井が川原と駅で別れたという時間の少し後に測ったようにかかってきているんです。これは偶然にしてはできすぎじゃないでしょうか。ふむ。確かに興味深いな。森崎は自分の報告が警部の役に立っていることに気を良くしていた。川原をうるさく思っていた浦田が強盗の仕業に見せて奴を殺したんですよ。その浦田ですが、例の電話のしばらく後にタクシーに乗って自宅まで帰っています。
彼の自宅付近から犯行現場までは結構距離があることから、川原が死亡したと思われる時間帯に、あの公園に行くのは不可能と思われますね。ちょっと待て、その話は聞いてないぞ。裏が取れてなかったからな。でもこの話し合いの直前に、連絡があって、浦田が確かにタクシーに乗っていたことが、確認されたそうだ。そんな。ちなみに浦田の電話は、一度よく話し合うために、今度食事でもしないかという誘いの、電話だったそうです。ふむ。森崎、そう落ち込むな。犯人はミスを犯しているようだ。お前の調査も役に立っているってことだな。警部、しかし浦田にはアリバイが。まあ聞け。問題は、大川警部の言うミスを説明する上で、最も重要なキーワードは何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。